妹よ、今日は戦車には乗らず、今日から第2シーズンの始まるこの夏のイベント、インフィニットバラージに関して紹介させてもらっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。第1シーズンはもう終わっちゃってるけど、第1シーズンの時は車両調整の話題とかぶっちゃってて、全然紹介できなかったもんね。うむ。シフテンに279の弱体化なんて言われたから、ついついそっちの話題になっちゃったよね。というわけなので今日は改めて、インフィニットバラージの紹介をさせてもらっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。まずこのモードがどんなモードかざっくり説明させてもらうと、基本的にはいつものランダム戦を、凄まじい連射ができるオートキャノンを装備した、専用の子で戦うって感じだね。連射の激しさが、すごく気持ちいいよね。だね。そして専用車両は8両いて、ざっくりと性能はこんな感じだね。一番上のヘルスはそのまま各車両のヘルス量、DPM1 とか弾倉火力1と書いてある部分は、デフォルトで1キーに登録されている高火力定貫通の砲弾使用時のもの。下の DPM2 とかは、2キーに登録されている低威力交換通の弾使用時のものだね。これを見ると、基本は重くて足の遅い子になればなるほど、ヘルスも DPM も弾倉火力も貫通も高くなっていってるんだね。うむ。ちなみに砲弾1と2の使い分けに関しては、タイソーリンさん、シェリダンさん、チェコさんに関してはペラペラなので砲弾1で十分。タイオブジさんは砲塔は弱点なので同じく砲弾1で十分だけど、車体を撃つならちょっと硬いので 200mm 以上の貫通が欲しい。太陽戦車さんは砲塔についてるマガジンの丸い部分は弱点なので砲弾1で十分だけど、車体とかは貫通 240mm は欲しい。タイマウマウは砲塔が全面的に薄くて砲弾1で十分。車体は頑丈。タイ E103 は砲塔は薄めで 170mm くらいだけど、軽戦車の砲弾1だと厳しめ。そして車体は頑丈。あと側背面も 150mm とかあるので、総輪さんは注意って感じだね。基本的にはどの子もしっかり弱点があるので、砲弾1で戦っていればいいのかな。うむ。砲弾には火力が半減しちゃうので、そういう意味でも砲弾1だけで良さそうな感じだったね。そしたらここからはそんなにがっつり説明できるわけじゃないけど、個別の車両ごとに見ていこうか。了解だよ姉ちゃん。まず総輪さんは、相変わらずの爆速が魅力的だけど、火力面がちょっと貧弱だったね。そうだねお姉ちゃん。砲弾1でも弾倉火力戦しかないし、走ってる最中の拡散はいいけど、連射に伴うレキクルの拡大はやっぱりしちゃうので、超接近戦以外では全然当たらないもんね。うむ。でもこのゲームモードは自走さんがダメージ要因として普通に強いので、どこかで足を生かして自走さんを狩る動きは、普通に強かったね。いいね、お姉ちゃん。それに速さに加えてこの子はヘルスもあるから、普段のランダム戦より生存性が高い気がするもんね。だね。そしたらお次は背景の動画でも載ってる、シェリダンさんだね。シェリダンさんは軽戦車としての機動性を持ちつつも、ヘルスや弾倉火力が中戦車さんに容に負けてないのがいい感じだよね。うむ。リロード時間が中戦車さんたちに比べて長いから DPM は低いけど、そこは足でどうにでもなるので、足の速さを重視しつつも火力も欲しい。そんな人にぴったりな気がするね。そしたら次はオブジさんだね。オブジさんは、ヘルスや弾倉火力こそシェリダンさんとそんなに変わらないものの、車体が中戦車以下の砲弾1では貫通しにくいことと、リロードの速さによる DPM の高さがいい感じだよね。うむ。中戦車らしいバランスの取れた一両って感じだね。そしたら次はチェコさんだね。チェコさんはオブジさんと比べると装甲が全然ないけど、オブジさん以上の機動性と、高い弾倉火力が魅力的な子だよね。うむ。しかも連射が速くて、弾倉を打ち切るのに必要な時間がすごく短いっておまけもあるしね。ちなみに説明文には装甲の頑丈さ、って書いてあるけど、総輪さんの砲弾1すら貫通しちゃうので、全然頑丈な要素はないよね。あわう。そしたら次は重戦車の、両戦車さんだね。両戦車さんは連射をしていると砲身が加熱しちゃうので、この量の通りの火力が出せるわけではないけど、それでも十分な火力と、
38kg というそれなりの足、そして唯一の不拡充度に、多分一番頑丈な砲塔と、いい感じにバランスが取れてる重戦車さんだよね。うむ。砲塔は左右に円柱状のマガジンという弱点があるけど、連射をガシガシ当てれるようなサイズじゃないし、真ん中は鉄壁。車体も中戦車以下の砲弾位置は十分弾けるので、かなりいい感じだよね。そしたらお次はマウマウだね。マウマウは5000もあるヘルスと、超頑丈な車体、そして打ち切るのが速い高火力な手法がすごい子だよね。だね。ただ20キロしか出ない点、砲塔はスポスポな点、おまけに不覚も5度と、ちょっと使いにくい部分が気になっちゃうんだよね。あわう。そしたらお次は百突さんだね。百突さんは2000という高い弾倉火力を持つだけじゃなく、それをすごい短時間で打ち切れる、瞬間火力の高さがすごい子だよね。うむ。おまけにエンジンパワーが本家より800近く高いらしくて、本家より快適な足回りのようだし、車格も左右14度と、本家の倍近いしね。とはいえ不覚は4度しか取れないし、固定砲塔だし、車体は頑丈でも砲塔正面は中戦車以上なら砲弾位置でも貫通可能と、欠点もそれなりに目立っちゃうって感じだったね。あわう。そしたら次は8両目、自走さんなんだけど、この子だけはマッチング待機が多すぎて、一度も乗ってないんだよね。あう。でも火力は高いみたいだよね。うむ。ものすごい人気車両だったし、第2シーズンでは一度は乗ってみたいところだね。それからこのモード、プレイするのにクレジットなどは一切必要なく、代わりにもらえるものも基本的にはないんだけど、専用のミッションが用意されていて、スコア12位以内で2勝すると100ボンズ、さらに3勝すると追加で100ボンズ、さらに5勝すると追加で200ボンズがもらえるようになってるね。つまりスコア12位以内で10勝すると、400ボンズもらえるってことだね。うむ。と言いたいところだったんだけど、どうもスコア12位以内じゃなくて、ダメージ12位以内っぽい。あわう。本当だねお姉ちゃん。ゲーム内の説明が、ダメージになってるね。うむ。というかスコア画面でも、スコアみんな0だしね。でも順位の層とはスコアになってるのに、両チームともに綺麗によだめ順だね。だね。となるとよだめで12位以内に入らないとだから、純粋な偵察プレイとかは不利になっちゃいそうだね。そうだねお姉ちゃん。でもそもそも15対15には、あまりならなかったよね。む、確かにね。今回のような13対13どころか、12対12以下のバトルも多かったので、正直12位以内の条件は、全然意識してなかったね。私たちも10勝してボンズ400をもらったけど、15対15は一度もなかったもんね。うむ。とはいえ第2シーズンも同じとは限らないので、もしよだめ12位以内を意識するなら、前線で普通に打ってよだめを稼げる子にしておいた方が無難かもだね。そしたら今日はここまでにさせてもらっちゃおうか。ではでは、ご視聴ありがとうございました。